ございます。あれはオケーサインが。はい。藤野涼子役を演じました上白石萌香です、えー。本日はお集まりいただきありがとうございます。やっと、えー、大切に作り上げたソロモンの偽証をお披露目できる日がやってまいりました。えー、皆さんこんばんは宮沢ひ和です、えー。本日は短い時間ですけども、えー、どうぞよろしくお願いします。はい、えー。皆さん今日はお集まりいただきありがとうございます。山本舞香です。 えー、短い時間ですが作品のことを話していいけたらなと思います上白石さんにとってはの女優デビューとなったのが2012年にワーワーで放送されました連続ドラマ「W 東野敬吾分身」でしたけれどもあれから9年の歳月を経て再びワーワードラマへの参加そして初の連続ドラマ主演についてお気持ち聞かせていただけますか。はい、えー、そうですねまだ えー、12歳くらい小学生の時に初めてお芝居をさせていただいたのが、えー、ワウワウの作品で、えー、今回9年がたってまたワウワウの作品に戻ってこられてなんかこう原点に帰ってくるような、うん、懐かしさと、あのー、背筋の伸びる思いとで、えー、いろんな気持ちが入り混じっていました。でワーワーで あのー、しかも作品がすごく大作の「ソロモンの偽証ということで、あのー、初めて台本を開いた時に自分の名前が一番最初にあるっていうのはすごく不思議な気持ちでしたし、えー、本当に素晴らしいキャストの方々と監督とスタッフの方々が集結すると分かった時にあ,あ大丈夫だ。 この作品はきっといいものになるなと確信したので、はい、とても撮影が楽しみでしたその藤野良子を演じられるにあたって、いろんな特別な思いあったと思うんですけれども、特にどのようなことを意識されて演じられたのか、教えていただけますか、はい、そうですね、うもう藤野良子という四文字を見るだけで、本当に重みとか責任感を感じて、 誰よりもいろんなものをたくさん背負っている女の子を私うん彼女を生きながらどうにか彼女を救うことができないかっていう思いで撮影中は過ごしていましたうんなのでそうですねそういう重圧とか責任とかそういうものを全て背負って強い眼差しでいろんなものを見つめていけるようなそんな姿勢で撮影に臨みました 今強い眼差しとおっしゃっていましたけれどもそこは特に上白石さんにとってもこだわっったた点でででもあったんすすよねねそうです,ね、はい、すごくシャープなイメージが彼女にあったのでそこは意識して演じました。